鹿児島県立川内高等学校は、鹿児島県薩摩仙台市御両下町にある県立の高等学校。略称は川高。1897年創立の旧正中学校、及び1913年創立の高等女学校を前身とする。なお、90周年記念誌や100周年記念誌、平成25年度までの学校案内などでは、 県内二番目の歴史という趣旨の記述や記稿があったが、1883年は広市役義塾、1894年は県立尋常中学校、鹿児島管理商業学校、鹿児島女子実業補修学校、1895年は鹿児島県尋常市販学校付属専科農業、講習所が開校しているので誤りである。かつては、 家庭科や保健体育科などの学科を有していたが、現在は普通科のみとなっている。出身者、国道3号沿いに位置している。薩摩国分寺跡が近くにあり、学校がある地域は薩摩国府の域内であった。国画の遺跡は未発見であるが、国府関連の河原などの遺物を1964年に教諭と生徒が発見した。 学校公式創立年では6番目、講師を前身、前史、期限から書き起こしているものも含めれば8番目。平成26年度学校案内では、県内公立普通科高校で2番目の歴史との表現を用いている。ありがとうございます。